はい、どうもキングです。今回ねちょっと事故が起きまして、開けてしまったんですけど、ここから行きます。はい、すごいくね、まずラインナップを見ようとして開けたら、まあシークレットが出てしまいましたということですね。で、まあラインナップを確認していきたいと思います。持ってないやつですね。はい、まずミッキーとミッキーの色違いで、ミニーの色違いで、キャプテンジャックスパローとシークレットということで、あとシークレットスパローで2、最適違いで2で、あと5種類ですね。あと5種類でコンプリートですね。はい、結構あと5種類って多いですよね。ちょっと待って、何これ。はいはい、よいしょ。いやーね、シークレットの時に限ってこんな事故が起こるなんてね。不運だ。不運っていうか、不注意か。ただの。まあ、すいません。その出た瞬間のね、喜び。おー、来たー、よっしゃーみたいな、そういう感じでした。再現しました。よいしょ、あれ。ほんの、よいしょ。はい、こんな感じ。なんでこの前傾してるの。あ、キリッとしてますね、だいぶ。かっこいい。現代風のミッキーですね。じゃあ、二つ目。ああ、砕け出る。さっき落としたからかな、俺が。多分そうですね。なんか高いところにしまったんですけど、落としました。お、音が鳴らないぞ。あーな。あ、びっくりした。アナ超固まってる。キモ。この世のものとは思えない形。ほら、すごいです。まあ、横になってくれよ。3つ目。これもか。これは俺落としてないんだけどな。音が鳴る。来い、持ってないの。持ってないの。オラフ。何個目これ。4個目。全然今回ディズニーチョコ揃わないな。なかなか揃わない。あと5種類かな。ん、違う、あと4種類かな。12、あと4種類か。あと4種類だな。あと4種類か。よいしょ。1個進んだんでね、いいですけど、ちょっと進みが遅い気がしません。ちょっと進みが遅いよ。もうちょい早く。アナだけなんか胸にでかいんです。身長が高い。多分オラフに合わせたわけじゃないね。オラフもそこそこでかかった。はい、完成。はい、ということで今回はこちら、ディズニーキャラクター4のチョコエッグを3つ開封した動画でした。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。